意外と伊達さん優秀だったんですね。多分、政宗のお父さんなのかな？わからんけど。わからんけれど、ミケランジェロが似てると思ったのは俺だけか。まあ、そんなくだらないことはどうでもいいとして。ああ、南部がでかくなってるなー、やっぱり。南部強いんですよね、東北での。地味に。ムロツを落とせるようなんで、ムロツを1ヶ月で落としてください。半分ですね。お、断たれた未来。三好義長の嫡男、三好義辰は若くして、英雄誉れ高く長慶の病がちだった後は、松永久秀と共に各地を転戦して功を挙げ、三好の未来も安泰と思われていた。しかし、若が倒れただと。はい。急な病とかで、今医者が見ているようにございます。病に倒れた三好義辰は、名医局長瀬戸さんの治療の甲斐もなく永眠したって、こいつ俺と婚姻同盟結んでるやつじゃん。やばい。三好長慶以上、こたびのこと返す返すも残念なことにございました。久秀よ、思えば我らも長く遠くまで来たものよな。父が死に幼かったわしは、三好の家を守らんと必死に戦った。阿波を出てそなたと会った後も戦い続け、多くの敵を討った。されど非道なる行いした覚えはない。そう、もとより長慶様は血をことまぬ慈愛に満ちた雅なる心をお持ちだ。わしが仕えるにふさわしきお方よ。わしに刃を向ける者、わしに裏切り滅ぼさんとする者、ただそのような者たちを打ち滅ぼしたのみよ。されど、一義、実久、義辰、皆わしを置いていってしまった。わしにいかなる咎がありて、天はこのような罰を与えんというのか。戦そのものが咎であるならば、乱世に生を受けたことがすでに誤りだったというのか。殿、はあ、もうよい。義辰の墓は四国の良き石を取り寄せよ。せめて心安らかに眠らせてやりたい。義辰の墓は四国から取り寄せられた高度の高い自然石で作られ、叩くと高い音が響くことから三好のカンカン石と呼ばれ、今も多くの人が訪れる名所となっている。久秀、わしは少し疲れた。しばしの間、家中のことはそなたに任す。殿、しばしお待ちくだされ。お休みになる前に一つお耳に入れたき儀がございます。なんだ、聞かせてくれ。このような説に大変申し上げにくきことにございますが、長慶様が亡くなるようなことがあれば、若も亡き後三好を守る者はおらん。されば、これを我が物とし、己が意のままに作り変え、導く。それがわしなりの三好への尽忠よ。後継者の死により政務への威力を失う大名は決して少なくない。長慶もまた優秀な嫡男、義辰の死に心を大きくくじかれ、統制を失った三好家中は混迷の度合いを増していくのであった。やばい。同盟切れた、これ。商いを始めましょう。ああ、死によった富が入な。ります。報告しよう。これまずいね。ご命令を。これ。あれ？あ、同盟延長。同盟延長が婚姻締結。いや、同盟延長しよう、2年。じゃあ、一旦同盟延長。ちょっと婚姻は切れてしまいましたね、やっぱり。ただ同盟が残っててよかった、本当に。はい、ということでね、ここからまた日付が変わってね、プレイをしていくわけでございますけども、ちょっとね、自分の中で忘れちゃってるところがあるんで、少し確認しながらやっていきたいと思います。一応、あれですね、北条とは同盟が結べてて、伊達家までちゃんと滅ぼせてますね。なんでまあ、東北勢は基本的にはこの後は南部ぐらいかなといった感じですね。強いのは。まあ、このまま、葛西家とか、まあ、大崎はここは飛ばすと思うんですけども、この2つの家を、まあ、滅ぼしてしまって、従属させるなんていうのも、まあまあまあ、ありかなという選択肢ではありますね。うん。別に攻める必要はこっち側も、あんまりないと思うんで、まあ、兵糧10万あるんで、少しずつでいいんで、まあ、削り取って、
て少しでも領地広くしようかなといった感じ。問題は東じゃないですね、西ですね。西は雨子と、山田と同盟中で、ここに浦上が残ってるっていうので、多分浦上を従属させるかどうかで、現在迷ってるといったところなんですけど、浦上従属で毛利の備中高松取って雨子を従属させるっていうのが多分一番楽な方法ではないかと思うんで、多分その戦法でいくと思うんで、浦上とは多分親善打った方がいいですね。で、あと長宗我部とか四国の方なんですけども、こっちはちょっと場所が離れすぎてるんで、まあ、まずは鈴木を落とさないといけなくて、鈴木を落とすと本願寺と敵対しちゃうんですよね。それがね、あんまりよろしくなくて。で、鈴木をね、ここ倒すと、長宗我部とか元山に宣戦布告できるようになるんで、まあ、鈴木攻めもしたいところではあるかなっていった感じ。一応、山田と、国境を接してるんで、こいつを、従属やっぱりできますね。従属させます。従属させたら、もしかしたら、畠山も従属しますね。こいつ、なかなか従属しないことで有名なんですけど、意外と今回は従属してくれた。で、結城家、従属はしてくれないようですが、まあ、一応同盟してからもう一回見てみますが、同盟するとね、従属してくれる可能性も上がるんで、はい、といった感じ。で、多分、今ね、浦上と毛利が同盟関係なんで、あんまりよろしくないんですよね。なんで、細川氏高に、親善打たせておきましょう。うん。こんなところですかね。はい。で、あれですね。ちょっと親善が下がってるんで、親善をしときましょう。多分、他国との関係の手切れ。本当に、今川義元、今川家を、コイン同盟破棄して攻めたのが、果たして本当に意味があったのかっていうのは、甚だ疑問なんですけども。で、小野寺家、一応やってきますかね。で、安藤家とも、まあ、別に戦う必要ないと思うんでね。同盟結んであげましょう、一応。ここに特にそんな深い意味はない。で、畠山とも同盟結びたいんで、畠山も、親善送っておいて、あとはまあ、ここの、秋家かな、こいつも親善送っときましょう。こんなところですね。じゃあ、このまま時間を進めていいんだよな、きっと。軍出しましょう。そういえば、相馬家。意外とこの相馬家がでかくなってるんですけど、相馬家ダメですね。全然、親善が足りないということなんで、まあ、しばらく経ったらできるかもしんないんでね、ゆっくり行きましょう。で、1万7000、織田信長の軍で、最後のこの、尾崎家、こいつ滅ぼしましょう。これでいいんじゃない？で、まあ、二正面作戦なんですけど、もう、でかい家っていうのがね、ほとんどないんで、まあ、どうとでもなるかなといった感じ。意外と時間が、落ちましたね。そういえば黒田官兵衛はどこにいるんでしょうか。でも黒田なんちゃらって書いてあるな。ただ官兵衛はいないんで、まあしょうがないですね。時間が早すぎるのかな。でも、川中島の戦いとかしてる時だったような気もしなくはないんですけどね。で、一旦この軍は騎乗させるか、このまま、鈴木家攻めをさせるかなんだけど、これ、鈴木家攻めさせた方が強いと思ったんだけど、これ。どっちだろう。今、元山って宣戦布告できるんですかね、そういえば。あ、できますね。じゃあ、鈴木攻める必要ないな。そっか、ここの領地取ったから、近くなって宣戦布告できるようになったんですね。だとしたら、これは、海通して、ここら辺に進ませて、元山、長宗我部、秋家、あたりをね、まあ、狙っていきたいかなといったところかな。で、相馬についてみましょう、これ。相馬ついたら、かなり有効度上がると思うんで、もしかしたら交渉もしてくれるようになるかもしれないと思ったんですけど、ダメですね。交渉はしてくれないようですね。
お家を守るため、あ、従属受け入れ。従属受け入れ。で、相馬が進前をしてくれない以上、俺が先に攻め取っちゃった方がいいと思うんで、何日で来るってなってますかね。相馬家、37日以内に宇都宮城につける軍を出しましょう。はい。37日以内と思ったんだけど、これで37日以内ですね。じゃあ、これでいいかな。で、軍こんな4万も絶対いらないんで、減らしましょう。1万でいいと思うんだけどな。1万もいらない ?8000 ぐらい。じゃあ、お願いします。真田昌幸。これで行きましょう。小野寺との通称、いいよ。どこにあるか知らんけど、秋家通称。あ、東北か、これ。報告いたします。よし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 。順調ですね。これより表情を取り行う。まあ、ポイントが足りない商業と農業を優先でいいんじゃないかな。で、61も持ってくるんですね、素で。結構優秀。あとは信長と秀吉ですね。表情は終わりだ。で、多分こういう系のゲームっていうのはもうなんか強いところと戦わなそうなんで、提案力上がるやつを、まあ、優先して取りたいかなといったところなんで、まあ、商業提案力上がる、これにしましょう。有機子新ハット。こんなもんかな。あとはまあ火力上がるのがあれば、あ、兵糧消費抑えられるらしい。取ろう。カジソンを立ててないっていうね。まあ取ってもいいか。立てるかどうか知らんけど。まあ、こんなところで。で、このまま時間進める感じですかね。そういえば武田信玄はそろそろ着いたかな。まだですね。はいはいはい。お城70日結構時間かかるけど、まあまあまあいいでしょう。動かざること山のごとし。征夷大将軍になったぞ。鈴木家同盟締結。まあ鈴木を攻める必要がなくなった以上、これは飲んでいいのかな。で、まあ、同盟してあげていいとして、で、これこのまま宣戦布告します。するのはもちろん元山家。三方、立てなしもご商覧あれ。助立ちいたす。よし。で、しかも元山と長宗我部の同盟も結構時間が経ってるようで切れてるんで、ちょうど長宗我部軍出てこないんで、やりやすくなりましたね。で、兵糧も8000もらえるという。もうなんかここまで来ると、なんか負けるってことはないっすよね。もうあと惰性でやって勝てるみたいな。お、宇都宮城も先に、まあ調べてから行ってたんで当たり前ですけども、着くことができたんで、お金も結構余裕あるんで水攻めでもしますか。畠山、どうぞどうぞ。報告いたします。畠山。あ、あいつか。鈴木家の下に位置してるやつですかね、きっと。まあこのまま時間を進めるしかないですね。てか、あれ相馬家そっち攻めてんの？あ、両方攻めてるんですね。さすが相馬家みたいな。で、まあ、包囲で、34日なら包囲でいいでしょう。軍も減らさずにいけるんでね。長宗我部とも戦うことを考えると、これは正解だと思いますね。よし。まあ、兵糧攻めしちゃうとね、兵糧なくなっちゃうんで、取った時の旨味も良くないし、お金もかかるっていうのもあるんですけど、まあまあまあ、いいかな。先月の収支でございます。ご命令を。意外と兵糧足りない ?10 万あったから、割と余裕かなと思ったんだけど。で、無条件でとか言ってるんで、こんなの飲めるわけないんでね。てか、従属攻めてしろよ、みたいな。使いの者が来たようです。宇都宮、無条件とか言ってんで拒否します。使いの者が来たようです。無条件、いや拒否。これぞ王道の勝利よ。で、ここの城を取ったことによって、王道行
河野とか一条とかもね、神前打てるようになったんで、次のターン神前をちょっと打ちましょう。大友とかとも神前打てたら打ちたいですね。26日強行で打ちるみたいなんで、強行で。よし。俺の展開。大崎家滅びましたね、これで。あれ ?1 個しか家ないにしては結構武将いますね。で、これにて、信長の軍が、多分、割と、そうですね、空いてて、で、ああ、小野寺家がちっちゃくなってる。まあ、安藤家とも神前打ってるんで、これこのまま、葛西攻めちゃいましょう、一旦。出陣する。で、まあ、南部戦っすかね。南部はちょっとね、土地もあるんで、まあまあまあ、割と楽しめるんじゃないかなといった感じ。南部と、なんちゃら家ですけど、南部に着くと南部に宣戦布告できなくなるんで、ここは不参戦でいきます。雪みたいですね。はいはいはい。かなり、子供が生まれているようだ。お金も結構入りますね。表情を取り行う。良策、ひらめきましたぞ。お、悪くないぞ。で、またポイントが足りないこの2つですかね。61、62、73。めっちゃポイント高えな。なんかもうここまで来ると負けることっていうのはないのかなっていう感じがする。で、まあ兵糧収入増やしときましょう。で、もしかしたら外交交渉有利取ると、従属とかしてくれやすくなるかもしれないんで、これ取ってみますか。外交交渉系。まあ、強い人はいないかな。山内なんちゃら。まあ、聞いたこともないしな。こいつ、知役83ってそこそこ優秀。伊達家臣かな?わかんないけど。まあまあまあ、いいでしょう。全員登用しましょう。で、神前。お、打てますね、相馬家。打ってみましょう。かしこまった。神前打たなくちゃいけないのは、あとは、あれだ。元山のところ取ったんで、この東の奴ら、河野家。承知いたしました。そして、まあ、一条ともかな。かなり交渉が楽にできますね。で、同盟を結べると思うんで、同盟結ぶなりしましょう。あ、従属させられますね。かしこまった。従属。同盟締結ですね。安藤家は、従属してくれるといいんですけど、してくれなさそうな雰囲気もなんか醸し出してて、ちょっと不安。で、本願寺、同盟締結しましょう。なんかこれしか同盟をしてくれないのはちょっと不安ですけど。で、同盟締結します、裏紙とも。あと、こんなところですかね。あ、あとは、あ、従属させられる。なんでだ?土地が、あ、接したからかな?そうですね。取って接したから従属させられるようになりましたね。まあ、こんなところですか。大友家。役職を授与すると、多分、簡単に上がると思うんですけど、どうしましょうかね。もらい受けるぞ。あ、落ちた。宇都宮も落ちましたね。はい。で、一応この軍でもう宣戦布告し、多分兵糧は多分本当に苦しい時期はもう終えたと思うんで、だったら城取っちゃっていいかなということなんで、ここの一個の城も取りましょう。勇気家かなんか知らんけど。包囲で29日なんで包囲します。葛西ももうこれで滅ぶかな?王道の勝利を。朝倉城だって。あ、元山。これは四国の軍か。意外ともう人がいないですね。多分相当どっかからか吸い取られちゃってる。で、この軍で絶対従属しない長宗我部家を、攻めます。宣戦布告です。盾なしもご商乱あれ。助立ちいたす。もうね、これだけ従属とか同盟国がいるとすごい兵糧もらえるんで、このちっちゃい家だったらマジで兵糧分お得かもしれないっていうレベルでもらえて楽
だけですね。朝廷が来ていると。1万5000、全然買います。お金もう余り始めてるんでね。お、ホイで69日なんで、ホイします。これは結城家なん、佐野家か。佐野家ももうあと少しなんでね。方位で交渉しますか。ああ、交渉しましょう。これ、長宗壁ですね。別に戦う必要もないんでね。お、従属受け入れ。相手方の準備が整った。行け、武田信玄。元近と信玄ですよ。51%。よーし。これぞ、王道の勝利よ。いざ、参るぞ。10日で落ちたのはいろいろと美味しいですね。兵糧っていう面でもいろいろと、54日で落ちるみたいなので強行しましょう。うわ、誰かや病にかかったぞ。まあでも主要武将ではなさそう。あ、一応同盟勧告とかが終わった感じかな。従属してる姉小路ですが、家臣に取り込んでみますか。取り込んでみましょう。これで、板倉城を攻めたことになるんで、なんか前回言ってたイベントがもしかしたら進むかな？なんか1月から、あ、来た来た来た。湯煙と白猿。肥前に攻め込んだ山形正景率いる武田軍。盛況を誇る甲州兵たちも、肥前の険しい山路に苦しめられていた。殿、もう歩けません。く、弱音は吐くでない。武田の名が泣くぞ。されど殿、何やら力が入りませぬ。む、言われてみればこの面妖な正気、これは毒斬りにございますぞ。そうか、それで。む、無念、このようなところで。強行軍の疲労からか硫黄ガスが吹き出る地帯に迷い込んだ武田軍の兵士たちは一人、また一人と倒れていった。く、目がかすむ。戦場では敵なしと言われた私が無様なものだ。死ぬのか、お盾様の天下を見ることもなく、戦場でもないこのようなところで。白猿。妙にリアルですね、この猿の絵。なんだ、猿。このようなところに？原始郎よ、お主はこのようなところで死ぬ気か？わしはこれより京へ登るのだがな。これ。武田信玄のこと猿だと思ってたってことじゃないこれ。お盾様、猿のことお盾様言ってるし。はあ、ここはキキウキ、やはり猿ではないか。キキキウキキ、なんだ、ついてこいというのか。白猿に導かれた正景たちがたどり着いたのは、山奥に密かに湧いた温泉であった。おう、これは温泉ではないか。助かったぞ。ウキキ。あれは、御仏の使いであったか。ありがたきことよ、お盾様。原始郎は生きて、海に戻りますぞ。疲労と毒斬りに倒れた武田軍の兵士たちも、湯に浸かると見る見るうちに蘇り、行軍を続ける元気を取り戻したのだという。この山形正景が見つけた温泉が現在岐阜県高山市にある平湯温泉だと一説には言われている。へえ、やっぱり温泉ってのはいいもんですね。やっぱ温泉行くと疲れとか取れますからね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。